こんにちは、バンラーレンタカーの石ちゃんです。本日はジレン、お母さんの愛妻弁当を食べながらフリートークをしていきたいと思います。恥ずかしいんだけど、どうしよう。じゃあ早速ちょっと食べながらいろいろお話ししていきたいと思います。お母さんにもこの弁当なんか見せるなんて何も言ってないので、お母さんごめんなさい。ほらね、始まった。いただきまーす。じゃあ換気しながら食べましょう。換気換気。またやってる。文句じゃないんですけど、一つ言っていいですか。私お母さんにおかずってしょっぱいじゃないですか。おかず食べてご飯食べるじゃないですか。だからおかずあるから、ご飯の上にふりかけとかしょっぱいの置かなくていいよって言ってんのに、なんかお母さんはその白いご飯だと質素だなってこう思うらしくて、絶対このお弁当の横とかに昆布とかふりかけかけちゃったり、昆布とかしょっぱい何かを乗せるんですよ。私的にもうおかず食べて白いご飯を食べるみたいなのが好きなので、文句じゃないんですけど、ちょっとやめてください。お母さんありがとう。いただきます。おいしいんだよ。おいしい。なんで動画で、ね、お弁当を食べてるかというと、今日私学生なので今日学校だったんですけど、まさかの何一限二限三限五限ってあって、お昼時間が2限と3限の間なんですけど、まさかの1限だけで終わりだったということで、せっかくお母さん今足骨折してるんですけど、足骨折してくれてるのに朝お弁当朝お弁当を作ってくれたので、そのまま食べないで家に帰るのは申し訳ないなと思って、バイトさんここに持ってきたら店長が食べていいよって言ってくれたので、ちょっと食べてます。すいません。お母さんもごめんなさい。でも今日なんかちょっと豪華だよ。ほらあれ、昨日お姉ちゃんが作ったなんだっけこれ、チンジャオロース入ってる。お姉ちゃんありがとう。お母さん天才なんだけど、私が食べたいって言ってたオクラのごま和え入ってる。こういうところなんですよね。じゃあミートの思い出も話したいと思います。ミートの思い出はあんまり、それこそこの前のジンギスカンの、ごめんなさい食べながら、はい、かジンギスカンの動画の時によく喧嘩するって言ったんですけど、本当に喧嘩してるあれしかなくて、もうめっちゃお泊りしてたのと喧嘩しかあんまり覚えてないんですけど、その中でも振り絞って思い出したのが、昔自転車のカゴに愛犬を入れて走るっていうのがハマってて。ミート一緒に、でもその時もお泊まりしてたので自転車は1個しかなかったので、1人は走ってついてきて、
自転車のカゴに、まあ、チワワ飼ってたんですけど、チワワの、あの貞治くんをあのこう入れて走ってたら、まさかの、あのもうグラグラ信号バタンって転倒して、そのまま犬が走ってどっかに逃げてくっていう思い出があります。で、それでとりあえずその時多分小学生ぐらいだったので、どっちもどうするどうするってなって、確か私が漕いでたんですよ。で、ミーが漕いでなかったから、私はもう自分も転げてるから、ミーに犬を追っかけてほしかったのに、なんか自分の中では、いや追っかけたら捕まれるだろうって思ってたんですけど、なんかどっかいなくなったみたいな言われて、みたいになって、まあ、その時焦、とりあえず自転車を置いて家に戻って、お姉ちゃんが家にいたので、ちょっとお姉ちゃんその時まだなんか怖いって思ってたので、私たちだから、なんかリビングでとりあえず探しに行こうって言って、お姉ちゃんにはバレないようにこっそり行こうって、こしょこしょバレしてたら、お姉ちゃん目の前にいて、なんかリビングと台所の間になんか仕切りみたいなのがあるんですけど、なんかその仕切りを越えた台所のところにお姉ちゃんがいて、で、まあ、ちっちゃい窓からリビング見えるんですけど、そっから何って言われて、もう恐怖恐怖、それは覚えてます、めちゃくちゃ。で、その後犬はもうその日にも見つからなくて、なんかお姉ちゃんの友達とかも手伝って、なんか張り紙とか電信柱にめっちゃ貼ったら、なんかまさかのお姉ちゃんの友達のお友達の家なのかな、わかんない、なんか知り合いのところに避難して、なんかドッグフードも食べさせてもらって生きてました。大丈夫？こんなつまんない。でも結構自分多分ミーと話したらめっちゃ面白いですこれ。もうあの光景は忘れない。お姉ちゃんにバレないようにしようねって言った瞬間に、何って悪魔の声が聞こえる。お化け屋敷より怖かったり。マジでこれ共感してくれる人いないですが、本当に私ちょっと嫌なんだよね。本当にいたらあのコメントお願いします。しかも結構3回ぐらい伝えてるんですよ、でも1回も治ったことない。いいって言ってるのに、しか見ないのに、このこのお弁当、この彩りなんて気にしなくていいんですよ、美味しけりゃ。いちご書いてるもん、さん、ビッグタックなんだけど、箸、一緒だ、先っぽ折れてんだけど箸。だって見てください、高さが違うんです、この箸。多分愛犬のポン酢が食べたんだと思います。本当にポン酢なんでも食べるんですよ、どうしたらいいんですか。なんかいないですか、あの犬のしつけ教室やってる人、教えてください。ちょっと見せた、何でも食べるんだから。これ見て、このちょっと目を離せば、見てください、これ見えます、見えてんのかな、これ何でもかじる、これピンなんですけど、本当にもうそれ可愛いんですけどね、可愛いんですけども、ストレスなんですよね。寝てれば最高に可愛いんですよ。可愛いでしょ？寝てればね。
ちっちゃい時の見せたいんだけどな。見て。可愛いでしょ。伝わったかな、この可愛さ。今はもう、今6ヶ月なんですけど、もう怪獣くん。見てこれ、てれー、天使。完食しました。ちょっとなんか何の動画かよくわかんないんですけど、楽しんで見ていただけたら嬉しいです。夜すぎ。はい、こんな感じで結構ゆるい動画になってしまったんですけど、お母さんいつもお弁当作ってくれてありがとうございます。っていう動画です、今日は。本日も動画を見ていただきありがとうございます。これからも皆さんに楽しんでいただける動画をお伝えしていきますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。